皆さんよく寝れましたかね。私は昨日配信終わった後にカップラーメンを食べてしまいました。なんか好きすぎて寝ようかなと思ったんですけど、いやもうお腹すいたわと思ってついさっきまで撮った。一生おはようございます。でカップラーメン食べて寝た。あチキン南蛮さんありがとう。あおはようございます。そう空腹すぎるとなんかお腹空きすぎるとなんか気持ち悪くなるじゃん。おはようございます。そうなんか空いたなと思って配信終わった後に、うんまあカップラーメン食うかと思って食べて、そしたらなんかさお湯沸かすのもできなくなってたやかなんか全然お湯が温まりきってなくって、ポットでやったんやけどなんか蓋あれなんかな分からんけど、でなんかめっちゃ麺硬かったキトル使ったよな、なんでなんやろ。さっき歯の話をした気がする、ね、歯並びの話を永遠に喋ってましたね。あ、かすみちゃんありがとう。おはようございます。なんか久しぶりにカップ麺食べた、美味しかった。なんかさあれ知ってる、あのさカップヌードルのなんかさこうカップに入ってるさやつじゃなくてさ、なんか袋にあるさなんかお椀みたいなやつ、あのジャングルポケットさんが CM してたやつ、あれめっちゃなんかちょっとお腹空いた時に食べるのちょうどよかっておすすめ最近見てないけど。おはようございます。カレー飯、いやなんか違う、カレー飯食べたことないよ、やか今日誕生日迎えた、あおめでとう、お誕生日おめでとうございます。いいね、今日は何ケーキ食べるんやろ。チョコ、チキンラーメン食べたことある。チキンラーメンなんかベビースターの味せん、なんかちっちゃい時食べてなんかめっちゃベビースターの味やなってなった。そうおわん麺、そうおわん麺、そう私が言ってたやつ。あくびさんありがとう。あくびって名前見たらあくびでそうなってきた。おはようございます。やばいお腹空いてきた。またあ、読めないこれ、星麺なんやろ。なんかいつもね伏せ字になったやつ伏せ字になったやつさ予想して当ててさ読んでるんやけどさ分からんな、これやばい、あくびほんまに待って、さっきのあくびでめっちゃ映るんだけど、試験マジでやばい。あくびって文字見てあくび出る人いるんだ、自分だけど泉ちゃんありがとう。あべべさんありがとう。
カバヤンさん、アメミさん、ありがとう。豚麺、待って、豚麺もさ伏せ字なの豚ダメなの、豚肉の話できないじゃん。チキンナムさん、ありがとう。豚麺ダメなのよ。催眠術かかりやすそうね。絶対多分かかりやすそうよ、めっちゃ。なんかさ、イッテ Q って番組あるじゃないですか。なんかちっちゃい時とかめっちゃ見てたんですけど、あれでさ、やばい、待って、またあくびれそう。なんか催眠術の先生みたいな、はいっていう人がさ、なんかさ、催眠術をさ、なんかする人いる、いたじゃないですか。で、鈴木奈々さんがなんか芋虫のパンをなんか食べさせられるみたいになって、で、なんかその催眠術の人はいって言ったら、本当に催眠術かかって芋虫のパンめっちゃなんか美味しい美味しいって食べるやつ、なんかかかる前めっちゃ嫌がっとったのに催眠術かかったらめっちゃ食べるみたいなやつ。なんか催眠術あれ見た時自分も引っかかりそうやなって思っためっちゃ幼いながらに催眠術怖かっためっちゃあとなんかこう手をさ、結構さ無難なやつだけどさ、こうやって両手こうやって組むじゃん、さ、はいって言ったらさ、あの離れないみたいな、ひっついて、あ、え、取れないみたいな、あれ、あ、なんかあれめっちゃなりそうって思った。こう、あ、え、取れないんだけどみたいな、めっちゃあれやなっていう催眠術。それで催眠術ほんまなんですかね、ちょっとあのちゃんと戻してくれるっていう責任を持ってくれてる人のやつをちょっとかかってみたいですね一回。あ、そう、怖いやつじゃなくて、そう、虫美味しいとかも思わないやつ。催眠術って嘘なのかな、本当なのかな昔マナブくんで催眠術されてたメンバー、あ、そうなんや。あ、ウォルフさん、ありがとう。前ねえな、でも催眠術やってたよそうなんや、なんかあの Y 食堂じゃなくてそういうのをやってみたいなY 食堂いまだに根に持ってる人みたいになった。早くやな、また会ったのはどこかあったほんまや、でもかわいい。それ野原しんのすけ、のすけさん、ありがとう。ほんまやな、なんか髪短い、かわいい。やんさん、ありがとう。催眠術がガチだった人自由に操れるのね、え、怖っ怖いな。あ、本人、え、演技してた。じゃあ催眠術って嘘、うん、あの全国の催眠術師さんごめんなさい。コウジさん、ありがとうございますおはようございます。いや、もやぎ汁ほんまに美味しくない。あれすごいよ本当に。皆さんちょっと作ってみてください。家めっちゃ臭くなると思うけど。うわ、嫌やな。思い出したらまた気持ち悪くなってきちゃった。うわ、気持ち悪い。本当に美味しくなかった。ワイの4品目が超まずいっていう最悪なあれ。うわ、ジェラートめっちゃまずかった、あれ気持ち悪かった。ミユさんとなんかドゥルンドゥルンしてたよなっていう話した。ドゥルンドゥルンって表現食べ物で初めて使ったあ、伊藤金さん、スパークショイチさん、ダッチさん、ミッチさん、ごめんなさい読み間違えた。ヤンさん、タッキーありがとうス
パーク正一さん、もうね、そう確か焼き汁が美味しいって思えるあれがあるのかな、催眠術かかったら普通に焼き汁。どうなんやろうな、催眠術ってほんまなんかな。でめっちゃ引っかかりやすそうな自信あるわ。でも別嬉しくない自信やけどさ、ピョンって言うね、ピョン。まあ人のね好みはあるじゃんね。私はちょっとまだちょっと無理だった。チェリーが一番やばかったね。あれを作るって発想になったすげえよって思った。でもなんか肉まんとかさ、ああいうさ普通のやつ美味しすぎてさ、配信中なのにさめっちゃ素になってめっちゃバクバク食っちゃっててさ、食べちゃっててさ、なんかめっちゃ食い地張ってる人みたいやなと思った。あとかあいさんありがとう。あ、焼き汁大丈夫なメンバーさんもすごいな。まあ、やっぱほんまに人によるんやろうな、案外いけるわっていう人もねおるんかな。ねリハで踊って疲れたって思って、その配信行って食べ物食べれるよっしゃって思って行って、肉まんとかえ美味しいって思ってたこ焼きとかさ食べとってさ、したらなんかさ肉なんか好きでさ、あこれ肉吸いって思ったらさ、いやなんかちゃうなって思ったんよ。なんかね香りがすごいってなってね。ちょっとあのね、まあ、人によるよね。履歴だけど応援させてね、ステージなのに、 ありがとうございます、頑張ります、ありがとうございます。スパーク翔一さん、タッキーさん、ありがとうございます。でもさなんかさヤギってさ食べるじゃん、食べる文化はあるじゃん、ジンギスカンとかさ、そう。でもなんか料理の方法によるんだろうね。でも沖縄で食べるんだ。あジンギスカンって羊なの。ずっとヤギかと思ってたわ。羊なんや。やっぱはず恥ずかしい。なおさん、どんさん、ざんたくさん、ありがとうございます。モンゴルなんだヤギ。モンゴル、うん、虫なかったか、虫もうあんな疲れてんの虫食べろって言われたもやかを、あ怒り狂ってた顔本当に。やだって言って暴れてたかも。ホヤ食べたことない。ホヤがなんだかちょっといまいちピンとこないかな。なんか食べてる人もいる、確かにね。そういう食文化ってさなんかおもろいよな、人によってさマジで違うもんな、おもろ。いやなんかそのめっちゃさ前さめっちゃあの唐揚げ何かけるかの話もさ、あ人によってあちゃうんやって思ったしさ、ヤギだってさ、前がちょっとヤギ汁ちょっと無理やなって思ったけどさ、そういう食べる文化があるわけやん、すごいな。何感心してんのって感じやけどさ、なんかすごい人類って感じやわ。アバエピさん、ヒロポンさん、ありがとう。おはようございます。チョッピンさん、ハマーンさん、ありがとうございます。
ハンバーグさん、いっちゃん、みさとす、ありがとう。そう、ヤギ汁はシャーベットにしちゃいけません、本当に。そうなんかね。やすじさん、ありがとう。高政さん、ありがとうございます。タコ、納豆とかブルーチーズが無理な人。あー、見て、ちょっと待って、アヒル食べる。え、怖っ、うわ、気持ち悪い。うわ、すっごい気持ち悪いと思う。うわ、気持ち悪い。うわ、いやマジでこんな気持ち悪いと思えるの、すごい。なんか、うわ、気持ち悪い。うわ、気持ち悪い。マジか。あ、キモがってる瞬間に1位になっちゃった。うわ、気持ち悪い。アヒル、うわ、気持ち悪い。いや、やばい、足めっちゃ鳥肌立ってきた。うわ、気持ち悪い。1位ありがとうございます。気持ち悪い。ちょっとごめんなさい。ちょっと話題変えよう。いやいや。うわ、すごい気持ち悪いな。もうやめよう、やめよう、もう。いやいや、いやいや。あ、その話したらマジで怒る。朝から話題の癖がすごいね。もういやいや。え、やめよう、もう気持ち悪い。急に怒り出すやん。ちょっとやめよう、ちょっとやめよう。なんかあの特殊な話すんのやめよう。ちょっと、あ、公演楽しみや。あ、ありがとう。歯の話ありがとう。一応おめでとう。ありがとう、ありがとうございます。めっちゃコメント見て勝手にダメージ受けてる間に想像力豊かやな。めっちゃそうやと思う、ほんまに。気持ち悪い。うわってなった、今。いやな、ちょっとほんまに吐きそう今急に。なんか集合体無理っちゃ無理やけど、めっちゃ無理とかじゃないよな、まだ分からん、あんまり。朝っぱらからちょっと嫌やな。なんか だんだんちょっとあの食べ物え、これ食べるみたいな話になっとったな。ちょっとあのコメント見て勝手に一人でダメージ受けてた。想像力豊か。ちょっと勝手にね、ダメージ食らいすぎやろ。一人でうわ気持ち悪いってずっと言ってた。うわー、いやいや、気持ち悪かった。ちょっと蜂の巣の集合体、蜂の巣もさ、ちょっと気持ち悪いよな。うわ、ちょっと蜂も気持ち悪いわ普通に。うわ気持ち悪い。1位瞬間になったかびっくりした。1位になったことを気持ち悪いって言ってる人みたいやったな、確かに。みぞやんさん、いっぱいだるまありがとう。だるま、やっさんさん、ありがとう。自分が特殊な話題提供すな。なんかさ、変な話題でさ、こんな喋れるの我ながらちょっとすごいと思った今。イクラとか数の子、あー、両方あんま好きじゃないかも。食べ、おはようございます。なんか自分であんま食べたいってならないかも。お寿司とか行ってもあんまイクラとか食べんな。うん、なんか魚卵そんなにやな。なんかイクラめっちゃ美味しいよみたいな言われて、めっちゃちっちゃい時に食べたけど、そんな、ナマコってさ、食べるのかあれ。いや気持ち悪いから全然。動物の森でしか見たことないかも。サーモン丼に乗ってるけど、なんか食べるけど別そんな好きってわけじゃないな。
って感じ。やか先に食べきっちゃう。明太子もそんな好きじゃないかも。でも明太子オムライスみたいなレシピをひたすら見てた。食べたいなと思って。あ、ココテン見てが好き。ありがとうございます。懐かしいな、ココテン。もうレディオネーム大好き。いくらは美味しいと思わないや。うんね、いくらはね、なんか結構好み分かれるイメージありそう。分かんないけど、でもなんか人気よな。明太パスタ美味しいやん。なんか明太パスタってさ、具材ないからさ、あれあれかあんまりなんだよね。ひとしーささん、スパーク翔一さん、ありがとうございます。大きな M さん、キンキン。ありがとうございます。明太フランスパン好き。 あれは美味しいね。そう、パスタ具入ってないとさ、あれやなっていう感じ、あやかん中で。パスタ何味が好きなの？え、なんかな、 何が好きなんやろうな。肉が入ってたら好きかな。てか基本的に肉があったらいいなって感じ。いくらを赤く着色したブレスキュアと入れ替える時、クレイジーな発想ですね。カルボナーラ好きそう。あー好きやな、たまに食べたくなる。あ、ミサトありがとう。なんかリハ期間かなんかにヤヨとミヒナと行ったな。その時食べた。うん、とかなんかミートソースあんま好きじゃなかったんやけど、多分今食べれる気がする。うん、めっちゃたまに食べたいなってなるけど、なんかミートソース系は一口でいいやってなる人かな。大体わかんないけど。なんかあのさ、ちょ名前出てこないや。うん、あのあんま色ついてないさ、ちょっとなんかちょっと輪が入ったような感じのやつ。でもナポリタンあんま食べないな。あ、ナナオブキューさんありがとうございます。セブンオブナインさんか。ペペロンチーノ好き。あ、そのあやかのパパウパウパンの友達いるじゃないですか。あの人はペペロンチーノが好きなんですよ。しかもペペロンチーノのことペペって呼んでた。おかしいってやっぱ。ペペって呼ぶ人、なんかね、ペペロンチーノっていうのをね、長いから略してたね。わかる？ペペロンチーノめっちゃ作るのうまいらしいよ。なんか自分で言ってた、自分が作るやつめっちゃ美味しいからって。いや、カルボナーラ結構好きかな。エビとアボカドのペペロンチーノ、うわ絶対美味しいやん。エビ好き。なんかエビ入ってるか肉入ってるかやな。ペペ、え、全国で呼ぶんやあれ。あ、ニシーさんありがとう。ミサッピーズ、イベント期間終わった焼肉とか好きなものたくさん食べてね。あ、ありがとう。食べます。パスタよりラーメン派、わかる。パスタとライスあり。え、だ炭水化物炭水化物や。なんか昔はラーメンとご飯とかやってたけど、今考えたらあれかもやかは。ランキング見ます。13位高政さんありがとうございます。12位チキン南波さんありがとうございます。11位ヤングジャガーさんありがとうございます。10位大きな M さんありがとうございます。9位セブンオブナインさんありがとうございます。8位ウォルフさんありがとうございます。7位かすみちゃんありがとうございます。6位スパーク翔一さんありがとうございます。5位やっさんさんありがとうございます。4位ひろぽんさんありがとうございます。3位タッキーさんありがとうございます。
みぞやんさんありがとうございます。これ絵上手。そして1位ドンさんありがとうございます。かわいいお寿司お寿司屋。そう子供って確かにそうかも。ていうかなんかあんま新しいものに冒険しないな寝れる時寝る時は、はい、あ、ひろぞうさんありがとうございます。くまやありがとう。次は12時半からの予定です。ちょっとでもこれは時間が前後するかもしれない。ひろぞうさんありがとうございます。ありがとう。今日は昼夜公演なので頑張ります。海鮮丼おいしい。海鮮丼大好き。めっちゃ夜行く。お、いいね。今日は昼夜なので頑張ります。あ、3週ありがとうございます。あ、夜公演お邪魔しに行きます。ありがとうございます。みんな薄ピンクと水色のペンライトよろしく。12時半からのはいやちょっと押すかも。もしかしたらわかんない。本当に早くなるかもしれんし遅くなるかもしれん。ちょっとわかんないんですよね。え、大丈夫なのかな。ちょごめんなさい。あの時間がめっちゃ前後するのは本当にごめんなさい公演頑張ってね。 ありがとう。頑張ります。DMM 見ます。あ、ありがとう。ハート型で、あ、ありがとう。ハート型でピンクと水色売ってる。やった。おはようございます。あとごめん、でも2分で終わっちゃうんだ。でもずっとなんかさ、変な話してた。なんか私変な話ばっかしちゃう。変な人だからかな。I love you って来てる。サンキュー。でもちょっとなんか気持ち悪いあれ話やったな。おはようございます。ありがとうございました。話題が豊富。あのめっちゃプラスに捉えたそうかも。ありがとう。じゃあ今日も頑張りましょう。もう丸一日使えるのは今日だけやからな。夜とか。ということで、あ、キリー間に合った。おはよう。あ、ありがとうございます。あと1分や。な、ありがとうございました。次は12時半予定。ちょっとあのずれちゃうかもしれないんですけど、あとちょっと変な食べ物の話してて気持ち悪ってダメージ食らってる瞬間に1になってて、なんかね、あのね、喜ぶよりもそれにダメージ食らってすいませんでした。じゃあありがとうございました。じゃあまた。あの